弾ヒットで凶悪な性能を誇るスペシャルゼノオのクーエラが、デラックス、X4 では全く違う性質をしていた。シリーズごとに解説してみる。デラックスのクーエ、スピットボールスパーキー。元ネタはゲームウォッチのブロック崩しゲームで空気でボールを引き上げていた。この頃は単純な近接攻撃で遠距離では効果がない。当てればダメージは高く、フットボールも強いので結構受けそうだが、コーパーでは初段が当たると2段目まで繋がらない致命的な欠陥がある。左右かテーパーでもよく抜ける。しかもこのクーエなんと着地キャンセルにしたようで、18F の引きがそのまま出てしまう。一応それでもコンボには使えるが、あえて狙うのは下強からの繋ぎぐらい。基本的にはコンボや対空でももっぱらクーエヌに出番を奪われがちな模様。X のクーエ。見た目はデラックスと同じだがこの世代から風判定が追加され、空中にいる相手を上に押し上げる。効果範囲はかなり広く今でいうパルテナのエースマに近いレベルの射程はある。ダメージはないので一見空中にいる相手の嫌がらせにしかならなそうだが、風を当てるだけでも OP 搭載がカウントされる仕様で、特に OP 管理が重要な X では重要度の高い技。ただしやられてる方はなかなか地面に降りれないので精度の高かった技でもある。他にもウェバーストラインを自発的に超えてる相手に当てると即死できたり、急降下系の技に合わせることで効果を遅くして隙を突くこともできる。乱闘では作戦権を奪うことにも使える。X の使用停止したり中に当てるとブレーキをかけてしまう。根元で当てた場合は前作同様ダメージの入る2段ヒット。吹っ飛びは前作以上でデクトリが濃いなので別戦にも強い。が、風判定が先に当たることがほとんどで物理判定がヒットすることは稀。着地隙は 9F まで下がっておりデラックスより X の隙が少ない超レアケース。とはいえ着地で当ててもちょっとした連携で使えるぐらい。フォームクーエ、X と同様風で相手を押し上げる効果があるが、さすがに風の縦範囲が少し短くなっている。さらに方では風だけを当てても OP がかからないため塗りにする意味も薄くなった。風のブレーキがなくなり得点圏の横取りはしやすくなった。物理判定は威力は同じ、吹っ飛びも逆変込みなら前作と同程度。着地式は 3F ほど伸びたが敵手の上前作よりコンボになりやすい。特にコーパーでは下投げから繋がりバーストできるので風よりも重要度が高かった。そしてスペシャルのクーエ、今まで手元にあった空気エフェクトを飛ばす技に変化。当たると多段ヒットで上に叫ぶが風は出ない。射程は前作までの風の範囲に近くかなりのリーチがある。吹っ飛ばしは弱く上空で当ててもバーストは難しい。第一当てには向いておらずデカキャラ相手でも当てるのは難しい。飛び道具扱いで反射されると空気砲が下に落ちてくる。判定勝負では最上位クラスでかなとこに最合い球場を取れる。この技のヤバいのはこのリーチで着地式が 12F 据え置きなところ、これにより着地からの連射力が異常に高い上、コンボ性能も高く上にから指導してクーエを連続で繋ぐことができたりする。ウェディとの相性も良くクーエからウェディを繋ぐのはもちろん、ウェディからクーエが繋がったりもする。そうして浮かせた後もクーエで弾幕を張り着地を妨害するという黄金パターン。デラックス以外全部ヤバかったです。ということで終わり。